フランス領方地域国立自然保護区は、フランスの国立自然保護区の一つであり、フランス領南方、南極地域のアナン極の島々の3区域、すなわち、クローゼー諸島、ケルゲレン諸島、サンポール・ヌーベル、アムステルダム諸島の陸地、および一部の海域を対象としている。2006年1月に創設された。その面積は、陸域70万ヘクタール。 海域6659万6900ヘクタールの合計6729万6900ヘクタールであり、フランスの自然保護区の中では飛び抜けて大きな面積を有している。2019年7月5日、ユネスコの世界遺産リストに登録された。その主要な目的は南方地域の地球規模で価値を持つ生物多様性の維持にかなう自然の効果的な保護と、 管理にある。特にこの保護区は、特にクジラ類の保護のための南方の保護区内に位置しているから、クジラ類の保護を確実に行うものである。フランスの阿南局の島々は、人間の活動拠点のいずれからも遠く離れている、ことによって、動物省、植物省の独特の避難所を成している。その海洋生物省の遺産はまだほとんど、手付け数であり、また、 豊かなものであるとともに、かなり重要なものである。陸地部分は、クローゼー諸島、ケルゲレン諸島、サンポール・ニューベル、アムステルダム諸島の陸地のすべて含んでいる。その対象は300以上の島々に及び、面積は約7633平方キロメートルになる。最高地点は、グランドテル島のモンロスである。海洋部分は、以下の海域を含む。 この自然保護区は2006年10月3日のデクレで創設され2016年12月に保護区の境界線が拡大され60万平方キロメートル以上になった2008年9月15日には面積233万7100ヘクタールがラムサール条約の登録地となったこの自然保護区はフランス領南方南極地域が管理している 第43回世界遺産委員会にて、フランス領方地域の陸と海の名で正式に登録された。フランスの世界遺産では5番目の自然遺産であり、フランスの海外県、海外領土の世界遺産は、ニューカレドニアの証拠、ンゴ礁の多様性と関連する生態系、レユニオン島の先方軍、建国軍及び、絶壁軍、タプタプラテターに次いで4件目である。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。